風金鳥か、風金鳥か、風金鳥かは、鳥類スズメメのトガである。分類によっては、風金鳥町赤、風金鳥族とも、風金鳥、風金鳥と総称される。ド鳥類なども含む。南北アメリカ、ガラパゴス諸島を含むの熱帯に生息する。オスは色鮮やかな灰色が多いが、メスは地味である。熱帯林の樹幹に住む。は多様で、 昆虫食、過密食、雑食。九枚の書列カザキりを持つナイン、プライメリードアサインズの一家である。ホウジロカ風金蝶赤、あるいはアトリカホ宝次郎赤風金蝶族とも、クリカエアル、ウェアエアル、による。ただしウェアエアルがこの系統内に置いたスズメカと赤霊カは、省略した。伝統的に、風金蝶家だった軍庭を、一部がそうだった、軍庭をつけた。 分子系統から、うちで、いくつかの族が移動させられた。ウェアやるによる移動は次の通り、スミレ風筋長族、緑風筋蝶族、キガタイカル族、ジ風筋長族を追加。国際鳥類学会議、アメリカ鳥学会、青南アメリカ分類委員会の対応を示す、伝統的なトガに留める、系統的なトガに移す因部、宝次郎過マミジロミツドリ化。未定、 地域にいないなどの理由で扱っていない。法ジロカから、フィンチ類、シトド類の一部など、約20属が、風緊張下に移された。これらは、風緊張下の系統の中でまとまっておらず、あちこちに分散している。法ジロカには、未サンプリングの属もあるので、このリストは増える、可能性がある。交換鳥属は、症状交換鳥か、急症交換鳥かから、 東土府によりホウジロ化に移されており、その後、風緊張化に移された。青では、ホウジロ化にとどまっている。症状交換長科だった、マミジロイカル族は多系統だが、大部分は、風緊張化に含まれる。ノドグロイカルは、別系統で、おガしとど、伝統的には、ホウジロ化だが DNA ハイブリゼーションでは、風緊張化とされたと、姉妹群であり、 喉黒イカルを流しとどからなる、探系等は、症状交換調かのおそらく規定に位置する。ただしこの群も他のマミジロイカル族と近縁で、風近調かとする説もある。また赤原イカルは、風近調かないだが、他の種とは異なる位置にある。ウェイヤーエアルは、暫定的にマミジロイカル族全体を、風近調かとした。IOU はトガを変更せず、青は、 独立したトガを形成する可能性があるとしか神てインサーティスギスにしている。伝統的にアメリカムシクイカだったマミジロミツドリ族は風緊張家内に位置する。ただし IOU は単型のマミジロミツドリ家、青は神帝としている。ツバメ風緊張のみからなる一重型のツバメ風緊張家は風緊張家に統合された。詳細は 移動先の戸がを参照。スミレ風近蝶族、緑風近蝶族はアトリカに、スミレ風近蝶を赤として分離された。プエルトリコ風近蝶、シトド風近蝶族、ズグローヤシ風近蝶族は、風近蝶族には含まれないが、アメリカムシクイカに含まれるかどうかは、やや不確実であり、伝統的なアメリカムシクイカの近くに分布しており、これらをアメリカムシクイカに含めない説もある。 赤橋風近蝶族は低い角度でだがいずれのトガにも属さない系統位置にある。症状交換蝶下に移された汚れ風近蝶族がこれと姉妹群だとする説もある。伝統的には風近蝶かあるいは他のトガと東方しその中の風近蝶赤とされてきた。風近蝶赤が属するトガには風近蝶かアトリカ、ホウジロ化などがあった。 シブリーアルクイストやシブリーエアールでは、アトリカ法ジロアカ風筋鳥属となった。ミツドリ類は、伝統的には、風筋鳥類には含まれず、風筋鳥科とは別のミツドリ科、あるいは、風筋ア科とは別のミツドリア科とされてきた。しかし東ドフ、東道府アーバーやペインターでは、ミツドリ類の大半が、風筋蝶科、風筋蝶科にあたるに移され、 シブリーモンローではさらに多くが、風緊張族、風緊張下にあたるに移された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。